はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼミタです。ということで今回は2021年8月27日に発売されましたスズキワゴン R スマイル、こちらの見積もり編をお届けしていきたいと思います。ライバルがこう爆売れしてるっていう状況、皆さんご存知でしたか？私も全然知らなかったんですけど、ダイハツのムーブキャンパス、これがめちゃめちゃ売れてるらしいです。でこれの対抗馬としてもうスズキがバチバチに闘志を燃やして出してきたのが今回のワゴン R スマイル、まあ、いわゆるスライドドアのミドルハイト軽ワゴンになります。じゃあ実際これいくらで買えるのかっていうところを、今日は主要装備それからグレード展開、これらを含めながらご紹介していこうと思います。まずは価格、そしてグレード展開を見ていきます。ワゴン R スタイルのグレードは3タイプになります。快適装備、それからマイルドハイブリッド、これをあえてつけない価格重視の G グレード、これが129万6000円、そしてマイルドハイブリッドと、あとはパワースライドドア、これらをおごるハイブリッド S 147万2000円、それから LED のヘッドライト、さらに全面 IR カットガラスが魅力的な最上級のハイブリッド X、 こちらが159万2000円となっています。ライバルのムーブキャンパス、これがベースのモデルで143万円スタートなので、ワゴン R スマイルの方が若干廉価モデルで比べると安いんです。しかし G グレードに関してはチルトのステアリングであったりシートリフター、これがついてないんです。さらに言うとプッシュスタートシステムって言われる、いわゆるリクエストスイッチを押してドアを解錠したりとか、あとは車内に乗り込んでからプッシュボタンでエンジンをかける、これも実はオプションになってるんですよ。なので現実的にはハイブリッド S、 これがベース扱いになるでしょうから、まあ、両者互角の金額設定かなと思いました。ちなみに四輪駆動も全グレードに設定しています。なので降雪地域にお住まいの方もおそらく候補に入ってくるかなと思われます。続いてはグレードごとの主要装備メーカーオプションを見ていきます。まず G グレードに関してはヘッドライト、これハロゲンタイプになります。とは言っても一つ上のハイブリッド S、 これに関してもハロゲンライトが強制装着になるんですよ。なので LED のヘッドライトが欲しい方は必然的にハイブリッド X 一択になります。外装はハイブリッド S と全く一緒で、足元には14インチのタイヤにホイールキャップ、これが組み合わせてあります。シート表皮はダークグレーを基調としたファブリックシート、そして自発光式のメーター、フルオートエアコン、センターアームレスト、鉱石のリクライニング&スライド機構、これは G グレードにも付いてるのでこれ嬉しいですよね。さらに言うとスズキセーフティーサポートと呼ぶ衝突被害軽減ブレーキとかハイビームアシストと呼ばれる、いわゆる先進安全システム、これも標準装備になってます。ですが電動パーキングブレーキ、それからブレーキホールド、これねないの残念すぎますよね。街中で使う車だからこそ欲しいんですけど、かたくなにねスズキは装備しないんですよね。 G グレードのオプションはパッケージ型が2種類あります。スライドドアのハンドアを防ぐクローザー機能、それからリモコンキーとプッシュスタートシステム、これがセットになった快適パッケージ38,500円、それから9インチのナビゲーションに全方位のカメラシステム、 CD、DVD スロット、これらをセットにしたメモリーナビゲーションセット187,000円、これを用意してあります。スズキではもう当然なんですけども、軽自動車にも全方位カメラを惜しみなく設定するっていう心意気、これは素晴らしいなと思いました。ハイブリッド S の主要装備に関してはまず G グレードに比べると176,000円アップになります。その中で一番の違いはマイルドハイブリッドシステム、これが入るかどうかですよね。実際に燃費が上がるだけじゃなくて、エンジンを再始動した時の不快なバイブレーション、これも抑制してくれるので、実際私もハスラーとかソリオで体感してるんですけども、これだけでやっぱマイルドハイブリッド選ぶ価値はあるかなと思います。それ以外の大きな違いとしてはリモート格納のドアミラー、パワースライドドア、シートリフター、運転席のシートヒーター、それからチルトのステアリングなどなど結構あります。なお助手席のシートヒーターに関しては4駆モデルだけの装備になってますのでご注意ください。メーカーオプションは全部で4種類あります。ハイブリッド S から全車速追従機能付きの ACC、 あとはヘッドアップディスプレイ、カラー表示のマルチインフォメーションディスプレイ、これらをセットにしたセーフティープラスパッケージ、これが装備できます。まあファーストカーとして検討中ならこのセットはぜひ付けたいオプションですよね。
あともう一つおすすめオプションあります。それがツートンカラーとか外装のメッキ加色が追加されるツートンルーフパッケージ、これは贅沢装備というか、別につけなくてもいいんですけども、グリルの衣装とかホイールカラー、これも変更されますし、実際6万円ほどと安いので、見た目の質感をこの S グレードでも上げたいっていう方にはありなオプションになってます。それ以外はメモリーナビに全方位カメラなどをセットした18万7千円のナビパッケージ、そしてディーラーオプションナビオの全方位カメラパッケージ5万5千円が用意してあります。最上級のハイブリッド X の主要装備、これに関してはまず LED のヘッドランプ、それから全面 IR カットガラス、これ入るのは魅力的ですよね。さらに約4万円の LED フォグライト、これも標準装備になってます。しかも室内の快適装備もめちゃ充実するんですよ。でもトップグレードでもステアリングホイールがウレタン巻き、これは残念ですよね。せめてこのハイブリッド X だけは本革巻きにしてほしかったなと思いました。メーカーオプションは基本ハイブリッド S と一緒なんですけども、外装のメッキ加色、これが標準装備になりますから、ハイブリッド S にあったツートンルーフパッケージ、これが省略されています。ボディカラーに関してはラインナップはモノトーンが4色、ツートンが8色で全部で12色になります。ただね、女性受けの良さそうな単色パステルカラーが少ないの、これちょっと気になりますよね。でも逆に言うとツートンカラーのバリエーション、これめちゃめちゃ豊富です。例えば白黒のコンビカラー、これがルーフを白にするパターンと黒にするパターン両方あったりとか、あとはアーバンブラウンとウッディブラウン、これのねちょっと上級者向けのコーディネート用意してますから、なかなかこう面白いかなと思いました。ツートンカラーは4万4千円の有料色、そしてピュアホワイトパールにするとさらに2万2千円上がります。ちなみにホイールカラーは3種類あって、内装のインパネカラーも3種類あるんですよ。ですがボディカラーに応じて自動的に選択されるので、これはね選べないんです、ご注意ください。あと G グレードはモノトーンカラーの選択しかできません。はい、ということでここからは実際の見積もりを見ながら、ワゴン R スマイルが一体いくらで買えるのか、これをご紹介していきたいと思います。今回はおすすめ3選になります。 G グレードのおすすめ、ハイブリッド S のおすすめ、それからハイブリッド X のおすすめ、この3つを取ってますので、ぜひ参考にしてください。ということでまずは G グレードになります。これはもうとにかく安く乗りたい、ハイブリッドもいらん、そういう方に向けて作りました。ということでお支払い現金合計額は174万913円になりました。ワゴン R スマイル最安プランで組むと総額174万円になります。でも9インチのメーカーナビのパッケージ、それからプッシュスタートシステムを含む快適パッケージもしっかりつけてます。さらに言うと自発光式のメーター、フルオートエアコン、センターアームレストなどなども全部装備してますよね。逆にハイブリッドシステムいらないから安く買いたい、もうヘッドライトはハロゲンで OK、 安全装備だけしっかりしてたらいいよっていう方はありかもしれません。ボディカラーは無装飾のブルーイッシュブラックパール3、安く買いたい方向けに作ったので有料色のピュアホワイトは外したんですけども、インディゴブルー、それからオフブルーメタリックと言われるパステルカラー、これも無料なのでそっち選ぶのもありかなとは思います。ですが上位グレードに用意するツートンカラー、これは選択できないのでご注意ください。メーカーオプションは快適パッケージ 38,500 円と全方位モニター付きメモリーナビ 187,000 円の両方つけてフルオプション仕様になります。いくら安く買いたいと言ってもリモコンキーとプッシュ式のエンジンスタートシステム、これは欲しいですよね。あとナビゲーションに関しても実際ね、今回この G グレードに関してはディーラーオプションの71ナビ、これも考えました。でもディーラーオプションの71ナビにバックカメラをつけるとなぜかメーカーオプションの9インチのナビゲーションよりも高くなるっていう不思議な現象が起こったので、今回は安くてなおかつ大画面の9インチ仕様のメーカーナビ、これを設定しています。これだったら全方位カメラもついてきますし、さらに CD、DVD スロットも入りますから、18万7000円だったら良心的なプライスと言えますね。ディーラーオプションで付けたのはフロアマット15,565円、ドライブレコーダーのフロント37,730円、 ETC の 2.0 車載機が49,220円、これは最低限付けたいですよね。あとは ETC のセットアップ費用、これが3,850円かかっています。
初費用に関しては合計で12万448円となっています。税金保険料の区分で約3万円、書類申請の手続き費用、これが約4万7000円、あと預かり法定費用、リサイクルの預託金関連、それからメンテナンスパックの3年分、これらを合算して約4万2000円となります。納車費用は店舗受け取りだったら発生しませんし、今回は希望ナンバーなしなので費用はかかっていません。で、点検パックはぜひ入ることをお勧めします。メンテナンスをこう販売店に一任できるので維持するのがね楽になるんですよね。あと解約すれば使ってない分のお金は戻ってきますから、まあ、しかも約3万円で入れますし、まあ、それほど高くないっていうところでこれはお勧めしておきます。続いてはハイブリッド S の見積もりになります。オプション結構ありますけども、外したのはツートンパッケージだけで、まあ、これで十分かなと思いました。ということでお支払い総額は194万4413円となりました。この中間モデルのハイブリッド S、 これにセーフティープラスパッケージと、あと全方位のモニター付きメモリーナビ、このオプションをつけて総額194万円です。で、 G グレードに比べると込み込みで約20万円ほど高くなってます。ですがマイルドハイブリッド搭載によってエンジン再始動の不快なバイブレーションを抑えられますし、さらに燃費も良くなりますよね。しかもリモート格納ドアミラー、パワースライドドア、シートリフター、運転席のシートヒーター、シルトのスティアリング、これなんかは割と必須な装備なんですけども、実はハイブリッド S からつくんですよね。なので一般的にはまあこれがベースグレード扱いになるかなと思いました。まあでも私だったらハイブリッド X 買いますけどね。ボディカラーは有料色のピュアホワイトパールで、お値段が2万2000円となります。ハイブリッド S から8パターンあるツートンカラーも選択できます。ただし単品で選択するっていうのはできなくて、外装のメッキ加色がセットになったパッケージオプションを組む必要はあります。メーカーオプションは全部で4種類、今回はセーフティープラスパッケージ46,200円、それから全方位カメラがついたメモリーナビ187,000円のパッケージを組んでいます。セーフティープラスパッケージを選択すると、全車速追従機能付きの ACC、 あとはカラー表示のマルチインフォメーションディスプレイ、これがつきますから、ぜひともつけたいところ。あとナビゲーションのパッケージに関しても、さっき話したようにディーラーオプションの7インチナビをつけるよりも安くてなおかつ大画面ですから、まあ、これも必須オプションかなと思います。でもその中でツートンのルーフパッケージ、これはあえてつけなかったんですよ。というのも、まあ、これをつけるくらいだったら最初からもうハイブリッド X にして質感にこだわりたいなと思いましたし、そっちだったら LED のヘッドライト、それから LED のホグライト、あとは内装に関してもメッキ加色入りますから、それでプラス12万円で収まるんだったらやっぱそっちかなと思います。しかも室内の快適装備も増えるんですよ。なのでそれが必要かどうかで、まあ、どっちにするかは変わってくるかなと思いました。ディーラーオプションは先ほどと同じくフロアマット、ドライブレコーダーのフロント、それから ETC2.0 の車載機、これの3点セットになります。あと ETC のセットアップ費用、これがかかっています。初費用に関しては12万448円で、先ほどの G グレードと全く一緒ですから、細かい説明は割愛させていただきます。さあラストは私の大本命ハイブリッド X になります。ツートン仕様にすると200オーバーかなというところですけども、実際のお支払い総額は210万8313円になりました。最上級のハイブリッド X、 これにセーフティープラスパッケージ、あとはメモリーナビのオプションつけると総額で約210万円になります。もう今やノンターボの軽でも200万円を超える時代なんですよね。まあ、トップグレードにフルオプ仕様なので、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、ハイブリッドの S に比べると本体の差額12万円、それからツートンの4万4000円、これが乗っかって込み込みで16万円ほど上がってます。でもさっきのハイブリッド S の見積もりでも話したように、 LED のヘッドライト、それから全面 IR カットガラス、これ魅力的ですし、内外装のメッキ加色も一気に増えるので質感もぐっと良くなるんですよ。ただ本革巻きのステアリングじゃないの、これ唯一の残念ポイントです。ただ装備を見てもやっぱり私が買うんだったらこれかなと思いました。ボディカラーは有料色かつツートンカラーのピュアホワイトパール×ブラック、6万6000アップで、これがボディカラーの中では最も高いカラーリングになってます。2色コーデを選ぶんだったらやっぱり白黒かなとは思うんですけども、
ワゴン R スマイルは8パターンのツートンコーディネート、これ用意してありますから、色選び結構楽しめるかなというふうにも感じました。メーカーオプションはセーフティープラスパッケージ 46,200円、それから全方位モニター付きメモリーナビ 187,000円でフルオプションになります。でもね、スズキはブレーキホールドつかないっていうことをお話ししましたよね。でもそれと同時にレーンキープシステムも未だにないんですよ。まあいずれはどうせつけるとき来るんだから、もう早いとこ新型車に装備してよっていう感じですよね。ディーラーオプションは先ほどと同じくフロアマットドライブレコーダーのフロント ETC の 2.0 の車載機、それから ETC のセットアップ費用、これが入ってます。さらに言うと諸費用も全く同じです。124,480円になってます。で、自動車税が0円じゃんっていう感じなんですけども、軽自動車に関しては月割で払うことはないんです。なので4月の時点で確定して、その今所有している方に1年分の支払いの納税書が行くという形になってますから、例えば今9月で買ったとしても、ここの軽自動車税月割分で払う必要はありません。ということで今回はワゴン R スマイル、こちらの見積もりを紹介してきました。まあ今のところ鈴木減産体制取ってませんけども、まあ間もなくされるんじゃないかなっていう噂もありますし、欲しい方はぜひお早めにご相談ください。というわけで鈴木ワゴン R スマイル見積もり編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。